こんにちは、速稼塾の久保です。昨日からですね、イクメン隠居 TV でございます。まあ、イクメンって言ったらちょっと幾分ね偉そうなんですけども、まあ子供ね、大和くんを迎えて、昨日から丸一日経ったわけなんですけども、まあなんかね、何をするのも新しい発見で、いやこの顔見てくださいよ、楽しくってウキウキしてますよね。おむつはね、もう10回以上変えて、それから今日は沐浴をしましたね。で、授乳って言ってね、ミルクをチュチュチュってあげるやつなんですけども、あれもね、やっぱり10回近くやらせてもらって、移り変わる表情とかね、それから、まあ、大和くんとね、目があったりとかね、大和くんがびっくりした表情をするんですよ。それを真似して、で、私がなんか新しい表情を作ったら、大和くんも真似してみたいなことがすでに起きててですね、いや、なんかなかなか面白いな、というところですね。で、まあ、丸一日、本当に、あれこれとね、楽しい楽しいで過ぎてしまいました。まあ、大変っていう方もいらっしゃるんですけど、私の場合は結構、いろいろやらせてもらえて楽しいなっていうところと、あとはね、奥さんね、ゆかちゃんのこともますますね、魅力的に見えてくるような、そんな、育児ライフを送らせていただいております。でもね、やっぱりこう思うんですよ、こういうのをやりながら。私はたまたまこういうふうに、ずっと奥さんと一緒にね、家族3人で育児ってものを楽しむことができるんですよね。で、外出して買い物に行くこともできますし、こうやってね、庭を散歩したりとか、ライブ放送とか、速稼塾の放送も同じペースでやらせていただいたりとか、相場解説もきちんとできてますしね。で、今日はさっきまでね、富士薬品の方がいらっしゃってて、ちょっと話し込んじゃったんですよ。で、思うんですけども、これね、例えば、女性の方が一人でお母さんがね、育児をしてるじゃないですか。沐浴ったって相当なエネルギー使うと思うんですよ。で、寝かしつけとかもね、わーっと泣き始めたら、あれ、おしめも大丈夫だし、ミルクはさっき飲んだし、なんだろうってなっちゃうのもあるのかなと思いますし、いろんなエピソードをね、誰かに言って、こんなことがあったの、あんなことがあったのっていうことが言えないとか、それから困ったことが打ち明けられないとかね、いうのがいろいろあると思うんですよね。で、夜8時半ぐらいになってきたら、まあ旦那さんが帰ってきて、やっとね、話し相手ができるなと思ったら、旦那さんは旦那さんで一日疲れてますし、家に帰ってきたら奥さんとか家族からの癒しを求めるわけなんですよ。で、これはね、そういう気持ちは責められないと思うんですけども、旦那さんは旦那さんでね、やっぱ命がけで外で戦ってくるわけですから、帰ってきたらそれは休みたいですよ。でも家に帰ったら、奥さんがちょっとね、涙ながらに訴えるものがあったりとかね、もしかしたら怒りをぶつけてくるかもしれないと、家事を私に押し付けてっていうような気持ちもあるかもしれませんし、大変なことが分かってもらえないとか、自分の精神状態をね、察してくれないとかっていろいろあると思うんですよね。で、そこへ来て旦那さんは帰ってきて、何飯ないのとかね、部屋散らかってんじゃんみたいなことが気になったり、たまには口に出たりとかして、ぶつかるんじゃないかなとかいろいろ想像するんですよね。まあ、そういうことも、こう、私は結構この24時間でね、いろんなことを考えましたね。あ、自分が置かれてる状況っていうのは結構ラッキーな方なんだと。で、このすごくいい環境で、こうやって子育てやらせてもらえるっていうのは本当にありがたいことだし、これにあぐらをかいてちゃいけないなと。だからもうバリバリとね、楽しんでいかないといけないし、もしかしたら男性の視点でのこの育児っていうものが、私だったらちょっとね、語れるものがあるんじゃないかなと思いまして、たまにこうやってライブ放送させていただこうかと思うんですよ。とにかく私のね、感想、昨日病院にお迎えに行って、それからベッドを作ったりとかね、お湯を沸かしたりとか、ミルクを作ったりとか、着替えを、一生懸命したりとかね、で、沐浴してみたりとか、で、何もかもが、喜びですね。まあ私が47歳っていう年齢が高いっていうのもあるかもしれません。やっぱ20代、30代の男性の心理状態と、40代もね、下りの50を前にした、男の心理状態とか違うと思いますんで、やっぱ一概に言えないんですけどもね、やっぱり男性目線での、お話にはなりますけども、あ、クナさんありがとうございます。クリスマスツリーね。ちょっと下の見てください、これ。こう、ちょっと大きめのやつをね、買ったんですよね。180センチなんで、私の身長と一緒です。ちょっと大きめで奮発してしまいました。飾り付けも、大和くんが帰ってくるまでにと思って、こうね、掃除をした後、こうやって一生懸命一人で飾り付けたんですよね。ワクワクしますよね。ああ、もうすぐ自分の家族が増えるんだなと。これから15年から20年、一緒に入れるんだな。で、逆に言うと、15年とか20年だったら、自分の子供ですら去っていくんですよね。なんかえらい寂しいような気がしますよね。で、もうカウントダウンが始まってるんですよ。お別れのカウントダウンが。出会いの時からだんだん自分の手を離れていくんだなと。
で手がかからなくなってきたら楽だなっていう考え方もあるんですけども、手がかからないっていうことはもう私を必要としないことが増えていくってことなんで、ちょっとねこうセンチメンタルな気分になっちゃいますよね。今は私のことをじっと見つめてね、私にすごく頼ってくれてるあの大和くんもきっと10歳になったら、両親の存在を疎ましく思ったりね、15歳ぐらいになったら家を飛び出してみたりとか、20歳ぐらいになったらもうね、お父さんお母さんが連絡すればめんどくさがるんだろうなと自分の人生を振り返りながらもね、同じように重ねてしまいますね。いやー、いろいろたった24時間やっただけなんですけども、むちゃくちゃ頭いっぱいになりました。本当に楽しいなと思います。アクアナさんありがとうございます。もうこれからもね、いろんな私が考えてないことが起きるでしょう。一つ一つ私の人生に起きうることだと思って、もうね明るく楽しく捉えていきたいなと思います。まあね、おかげさまで多くの方が子育ての大変さとか、それ子育ての精神的な苦悩とか教えてくださったんですけども、一応まだそこには私は出会えてないかなと思いますんで、一瞬一瞬楽しんでください。はい、そうですね、楽しみたいと思います。私の大和くん息子が3歳になった時、私は50歳です。中学に上がる頃には私は還暦です。刺激還暦みたいな感じになっちゃいますね。ちょっとその時までね、私体力が持つかなと思いますんで、今日も筋トレ、それからジョギング、いろいろとね体を鍛えながら子育て、自分の男の子が10代になってパンチが強くなった時にね、こうクロスカウンター食らわせられるよね。やっぱりね、こう男の子対男の子でこう戦わなきゃいけん時もあるでしょうね、きっとね。まあそんなことを考えながらの育児でございます。ワクワクしますね。それでは失礼します。ありがとうございました。